ろんな人に影響を与えて、今やっぱちょうどラグビーワールドカップの開催中ですが、はい、未だにラグビーといえばこのスクールウォーズっていうのが出てきますね。あ、これも懐かしいですね。はい、本当にもう根強い人気です。1984年の4月から、うん、85年の4月まで全26話放送されまして、はい、今でも DVD ブルーレイなどでもう本当に根強い人気で、はい、松村邦洋さんだったり、うん、騎士団団長の綾小路翔さんとか、うん、未だにこのスクールウォーズトークで番組をアメトークでしたりとかね。あ、そうなの。スクールウォーズ芸人っていう回がありましたから。へえ。あ、そうなの。はい、松村邦洋はもう本当に私のセリフを一語一句全部覚えてて、はい、再現しますね。確か DVD 全巻くれましたね。あ、そうですか。どっかにあると思います。でもアッコさん も見るも何も、もうね、梅宮達夫さんとの夫婦役で、ね、そうですそうです、出られてるわけだから、はい、これはあの中華料理屋さんを経営しているご夫婦ということで、はいはい、そうですよね。これはでもこれもなんかラグビーってやっぱりなんていうかな、ノンフィクションも多いね、はい、やっぱり。そうですね。これもあの、うん、ベースは京都の伏見工業高校のラグビー、これ有名なね、本当に、ね、うん、あるんだけど、みんな不良だったというか、うん、その落ちこぼれ軍団の奇跡というのをノンフィクション小説があるんですが、うん、それをもとに、うん、まあドラマ化、学園ドラマにしたということですよね。いや、これは本当に梅宮のあんちゃんと夫婦でラグビー部員のみんなに安く美味しく食べさせるっていう、はい、夫婦役だったんですけど、和子さんの割烹着姿って結構案外ね、そう印象にありますよね、うん、似合ってますよね。なんかあんまり気にしてなかったですけども、はい、こうやって写真を見てみるとなんか横に梅宮のあんちゃんがいるんで、はい、なんか懐かしいですよね。うん、梅宮のあんちゃんで、あかん、これってラジオで言うとあかんことや。何のエピソードが今頭に浮かんだか。昭和の時代だったら嫌だ。そうそうそう、仲のいい女優さんとか、私当時お兄ちゃんって呼んでたんですよ、梅宮達夫さんを。はいはい、お兄ちゃんと他にも加山さんもお兄ちゃんなんですけど、はいはい、したら誰かに仲のいい女優さんはみんなお兄ちゃんって言うって言うんで、あんちゃんに書いたんです。はあ、ギリギリやん。ギリギリですね。仲のいいの意味がいろいろありますから。はいはい、ありがとうございました。早めに行きます。スクールウォーズと何の関係もない。当時の思い出ですね、はい、梅宮達夫さんとの、はい、それではこのドラマの主題歌といえばもうイントロが流れただけでドラマのシーンを思い出すという方がたくさんいますね。はい、朝倉美紀さんのヒーロー、うん、